こんにちは。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。佐々木智也。はい。ね、小太り三人衆の一人真ん中がいないけど。はい、三男坊です。はい。でもだいぶ太ったな。そんなことないですよ。緊張感がないんでね。いや、それでキャンプ巡り、はい、西武見た。西武見ました。どう感じは、うん、まあ雰囲気はいいですよね。やっぱり前年優勝してるだけにね、うん、であとはまあその菊池と浅村抜けてどうするかっていうところで、うん、まあライオンとしては木村と金子にすごい期待は寄せてるみたいですけどね、うん、ああそうだね、はい、野手はね、はい、ピッチャーはやっぱこっから誰が出てくるかじゃないですか。まあ、まあそうだね。だからまあルーキー見た。ルーキーはまだ見てないです、うん、はい、でもキャンプ行って受けたりとかしないの？ちょっと受けさせてとか。いや、しないです。そんなもう恥ずかしいことしないですよ。そう、はい、なんで恥ずかしい？いや、よくあるじゃない。ではちょっと受けるとか。いやいや、もうそんな出しゃばったことしたくないんですよ。まあまあ、でも口が出しゃばってるからな。いやいや、口だけでいいですよ。まあ、はっきり言うからね、はい、いや気持ちいいよ、聞いてて。いいでしょ。いい、そんな嘘ついたってしょうがない。そうですな。もう事実に基づいて言ってるだけなんですよ。そうだよ、ね、それを抽象されてもしょうがない。しょうがないです。しかし事実だからしょうがないじゃん、ね、そう、笑っちゃいますよね。そう、笑っちゃう。事実は笑っちゃうよね。おかしいよね。で、ソフトバンクも行ったらしい。はい、行きました。比べてどう？まあ、僕、ソフトバンクの、もし僕が指導者になったら、うん、絶対やりたいことがソフトバンクの見本であるんですよ。それはもう12球団、僕は一番ちゃうかなって思う見本が。それは何かっていうと、主力が、レギュラーが走るのも、うん、ノックでも、うん、常に先頭でやってるんですよ。声出して。そういうのあんまなくないですか？ない。大体、まあ僕もそうですけど、主力ってアップの時とか、うん、大体一番後ろぐらいで、そうそうそう、はい、こう声出してやれよみたいな感じですけど、ソフトバンクってマッチとか、うん、内川とか柳田とかが、うん、一番最前列で、うん、一番声出して引っ張って、うん、シートノックとかノックにしても、うん、絶対一番最初に受けるんですよ。まあそうそう、はい、あれが、いや今日ちょっと広島見に行ったんだけど、はい、やっぱ主力は一番最後だもんね、はい、受けるのが、はい、だからノッカーがどっちに打ってくるかっていうのはもう分かってるみたいな、はいはいはい、だそれがその若いやつらが頑張らなきゃいけないっていう環境とチーム作りになっていくんちゃうかっていう、うん、そのまあ技術とかは仕方ないじゃないですか、まあ、そうそう上下あるんで、うん、でもあの姿勢って上手い下手じゃないじゃないですか、うん、ああいうのは僕はソフトバンクが強い一番のところで後輩たちが伸びていく環境なのかなって思うんですね。いいとこ見てんね。そういうとこ気になる。そういうところが技術はあんまり気にならないんですよ。だから練習の仕方とか、うん、そう姿勢とか、まあ、技術はすぐ伸びるもんじゃない。ないだいたい分かってるもんね、はいはい、うん、そういった取り組み方の方が気になるんですよ、うん、それがナンバーワンはソフトバンク、まあ、今の僕、まあ、今年で5年目になりますけど、うん、やっぱり一番はやっぱあのソフトバンクを毎年見ても思いますね。西武見てどうだった今日？西武はもういつも見る感じの楽しそうな和気あいあいとしたまああのパリーグのいい感じですよね。あかんやん。いやでもそれで伸び伸び野球で去年は行けたわけじゃないですか。だから逆に言うと西武はそのなんかがんじがらめ、まあ昔広岡さんでなんかこうガチッとした、うん、まあ昭和日本野球だったんですけど、うん、今はどっちかっていうとちょっと緩い感じの区域にあるから逆に山川とかが伸びていくと思うんですよ、うん、まあその環境に合った人材が伸びていくってことね。伸びていく、はい、あの源田にしてもそうですし、うん、まあいろんな選手がその緩い形の中で自分を出しやすいと思うんですよ、ライオンズは。そういったところは今の選手たちに今のライオンズとしては合ってるんじゃないのかなと思いますね。まあ初日にロッテ行ったよね、はい、これから俺らはロッテに向かうんだけどさ、はいはい、ロッテ見てどうだった？うん、まあ、あの初日ね、2月1日から紅白戦しましたけど、することはいいと思うんですよ。でも意図があんまり分からなかったです、はい、OK なんか聞きたいことある？分かる。でも昔中日もやったもんね。やったんですけど、うん、そう競争やってるんですよね、うん、僕はそれはいいと思う。やることはいいし競争もいいと思うんですよ、うん、でも結果出したやつが全員2軍。あ、そういうことなの。だからホームランってのは清田と高浜、うん、唯一2安打打って盗塁したのが加藤、うん、この3人全員2軍なんですよ。それゆっくりさせるためじゃないの？いやでも高浜とか主力じゃないじゃないですか。この3人って全員当落線上じゃないですか。競争させないとね、はい、ってなった時に結果出したらな、結果出して2軍って考えると、もし僕が選手だったらえって思うじゃないですか、はい、で競争って言いながら結果出して2軍で結果出してないやつが1軍で、えそもそもこれって何にご意図があったのっていう感じになるから、それがちょっとよく分かんなかったなっていうところがあります、ね、もうそれは結果を聞いても分かんないよな、はい、巨人っていうのはやったけど2日目ぐらいやっぱ結果残したら変えたもんね、はい、うん、出したら上げて今の方が
やりやすいじゃないですか。いやそれキャンプ中なんで入れ替えも、うんうん、やった時にうんって思って、でなんか体作ってきたかどうかも見るためだとは言ってたんですけど、まあ、体作ってきて紅白戦一発目して結果が出ないことはありますよね。あるある。でも結果出たやつって体作ってきてないと出せないですよね。いや出せない。いや振り込まなきゃいけない、はあ、しかもホームランなんて簡単に、うん、作ってきてないやつが打てないじゃないですか。必然的に体作ってきてるやつは結果出すわけじゃないですか。ってなった時にその両方兼ね備え生徒に二軍ってちょっと心中察しますみたいな、そうそうちょっとかわいそうやな、はあ、っていうところモチベーションが下がるよな、はあ、っていうところはまあまあと思いましたよね、はあ、だから僕いつも思うんですけど別に変わったこと言ってないですよね。全然よそんなびっくりするようなトンチンカンなこと、まあオブラートに包まないっていうところだけですよね。オブラート溶けまくりだからな僕も包んでるんですよ一応。オブラートいやいやお前ら包んでない。いやそうそうちょっと苦いんで。いやオブラート包んでるんですよ。嘘つく解説者は絶対ダメ。つまんないですよね。つまんない。あと、もう今の世の中、うん、バレちゃいますよね。バレるわ、その視聴者にね。もう分かってる。そうですよね。もう視聴者もクロートになってきてるんで、その中途半端なこと言っててもバレちゃいますよね。だから意見が合わないとか書き込みとかあるけども、でもそれはその人の考え方で、それは仕方ないですよね。それは仕方ない。意見が違うのはそれはみんなね、それは仕方ないですよ、うん、でもその自分の意見をしっかり言わなきゃいけないですよね。そうだな。臆することなく、じゃあ今日はお願いします。その調子で私もやってまいります、はい、よかったちょうど会えて、はい、本当っすね、うん